ポニーチルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、大会予報ドラマ化記念、タイの日家先生作品特集。イエーイ。はい、はい、ということでですね、はい、先日発表になったように、はい、大会予報がドラマ化をするということで、すごいことですよね。しかも割と公開なんて放送まですぐという、そうなんですよ、あっという間ですよね。はい、毎日放送 MBS さんでもう8月の10日からスタートになるので、うんうんうん、もう結構放送直前っていう感じなんですけれども、今なので今回は、タイの日記先生のこちらの体感予報ですねを筆頭に、その他、タイの日記先生の過去の作品で特に記者がちょっとおすすめさせていただきたいなと思った作品を3作品用意してまいりましたので、計4作品をちょっと動画で、紹介させていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは最初に紹介する作品はこちら。はい、大会予報でございます。そうですよねこちらですね、チルチルの今年の BL アワード2023にてもベストコミック部門で堂々第1位を受賞しております。もうこれ結構多分読まれた方もねかなり多いんじゃないでしょうか。この BL アワードをきっかけに知ったとか、それ以前に知ってたファンの方もたくさんいらっしゃる作品だと思うので ね、結構ねネットのその広告とかでも見かける機会は多かったかなと思うんですけれども、こちらのですね、結構まあ皆さんお読みにはなってると思うんですけれども、ちょっとあらすじの方から紹介させていただきますと、まず攻めの方が瀬ヶ崎っていうんですけれども、こっちがですね人気のお天気キャスターということで、今お茶の間を席巻しているというか、すごい人気を博している彼なんですけど、はい、ですごいこう紳士で優しそうな感じというか、うんうん、物腰柔らかに爽やかにすごいお天気を紹介してくれるお兄さんなんですけど、うんうん、まあ、そんな彼とですね同居している売れない漫画家の棚田陽君、まあ、あだ名がだよちゃんっていうんですけれども、うんうん、がおりまして、でそのだよちゃんはですね同居はしていながらもすごいその瀬ヶ崎のことを嫌ってるんですよで、ね、なんでかっていうと、その瀬ヶ崎の外の顔、まあ、そのすごい、うんうん、優しいお天気お兄さんモードと家に帰ってくると全然違うっていうのが、いやごちそうさまですよそこは食べちゃった家に帰ってくるとですね、うんうん、すごいなんか俺様というかオラオラしてて、なんか怖いんじゃないですけど、なんか俺の言うこと聞けないわけみたいな。もともと大学のその同級生だった2人なんですけど、まあその社会人になるところをきっかけに、でだよちゃんが結構まだその漫画家としての収入が不安定だったところもあって、まあ、同居するようになったんですけれども、まあね、そんな2人で、まあ、付き合ってはないんですけれども、うん、なんかなぜかね晴れの日だけそういったことをそういったことをそういったねちょっとエッチな交わりをする感じをが続いていてっていう感じですね、はいはいはい、でなんかその瀬ヶ崎は何を考えているんだろうってダヨちゃんが悶々としたりとか、なんかその瀬ヶ崎は瀬ヶ崎でなんかダヨちゃんになんで俺の気持ち伝わってないんだろうみたいな感じでいろいろこうこじれながらも進んでいくお話になっておりますね。結構設定聞いただけでもねすでにこじれすぎなんですよもう面白いぐらいこじれてて、でもそれがねそれがいいんですよね。そうなんですよ、結構その2人ともなんか心の底ではなんかお互いのことを気になってるし、多分好きなんだろうなってのはなんかこっち見てるこっちとしては思うんですけど、うん、なんか本人たちはそのお互いにそれをこううまく態度に見せないようにしていて、なんかそれゆえにこうずっとすれ違っちゃってるというか、うん、そのなんか晴れの日になんかそういうエッチなことをするっていうのもなんかその2人がそのなんか言葉が足りずになんかすれ違っていった結果のせいみたいなところもそうですよねあってそうだったまあそれはねちょっと物語結構冒頭で解消されるんですよね、うんうんうん、シーツの枚数を増やすということで解決が、ね、建設的なね話し合いって図られたりとかもあって、なんで結構そのお互いになんか不器用なんですよ、すごい恋というか、そのなんかこう恋というかそのなんかこう一人の人間となんか深い対人関係を構築していくことが結構その
こうひょうひょうとしててなんかみんなに優しい瀬ヶ崎くんだからそういうこともうまくできそうに見えてなんか瀬ヶ崎も結構不器用だなってすごい、うん、あの思えるところも結構個人的にはなんか萌えポイントかなと思いますね。そうであとなんか個人的にはすごい作中の中のお話ですごい好きなのがその2人の出会い編、はいはい、その大学時代編の話が後半出てくるんですけどなんかそれを読むとそのなんかすごいなんか瀬ヶ崎がなんでこんなダヨちゃんに対してすごいこうなんか独占欲だったりとか、うん、なんか感情を結構こじらせちゃってるのかがすごい伝わってきて、うん、なんかいいなと思いましたなんか結構ねなんだかんだこう相性悪そうに見えてすごいお互いハマってるこの2人ちょっと見逃せないですね。ドラマもすごい楽しみです。2作品目はこちらです。文庫おしゃれです。こちらねあの2016年の作品なんですけども、はいはい、あの割と最近ですかね新装版が出てたりもして そっちには結構あの書き下ろしとかも増えてて私そっちも読ませていただいて、はいはい、なんか結構昔に一回読んでたんですけど、うん、改めて読むと思ったより匂いフェチってすごい印象に残ってたなって思いまして あらすじを簡単に説明させていただきますと、うん、匂いフェチの攻めが出てくるお話なんですよはいはい、はい、であの受けの方は、うん、あの特に別に特別な匂いがするとかではなくて、うん、おそらく一般的なね普通のこのはずなんですけど、はいはいはい、なんか攻めからすると、うん、この受けの匂いだけはいいみたいなあ特別になんか香るみたいなそういう感じであの攻めと受けどっちも大学生、はい、大学であの同じ研究室に所属してる関係で、はいはいはい、攻めの高階くんが受けのアリジスアリジ先輩の後輩です、はいはいはい、なるほど後輩かける先輩なんですけどその受けのアリジさんがめちゃくちゃなんかもう研究能っていうか、はいはいはい、理系ザ理系って感じでひたすら暇があれば実験して研究してみたいな、はい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 、だからそれ以外のことが逆にちょっとポンコツな感じというかだからなんか結構可愛いんですよ、うん、アリジさん先輩だけどなんか貫禄があるっていう方の先輩ではなくてなんかおっちょこちょいで目が離せない感じの、はいはい、あほっとけない感じのそうそうそう、はいはい、でそのアリジさんの研究のお手伝いとかを、うん、あの高階君がするようになったりして、うん、どんどんあの当初はそんなに関わりなかったけどあの比較的仲良くなってくみたいな感じなんですけど、うん、なんかその匂いフェチっていうのはそんな大々的にあんま言うものじゃないじゃないですかそうですねなんかだけどなんかちょっとひょんなことから高階くんがそのアリジさんの匂いをね嗅ぐことがありまして、おおなるほど、いや、まあはいはい、ひょんなことで済ませていいのか分かんないですけど、あちょっと、まあ、読んでいただいて、はいはいはい、であの匂い嗅いでみたら、はい、なんかめっちゃ良かったから、その研究のねお手伝いをする代わりに、はい、その、まあ、お返しというか、はいはいはい、匂いを嗅がせていただくという、そこ取引じゃないですけど、利害関係がね、なるほど一致するのかどうかちょっと分かんないですけど、はいはいはい、まあ、そういうなんか契約みたいなことになったのもちょっとなんかアリジさんが抱えてる過去のね、はい、傷にも関わってくるので、普通だったらそんな別に研究の後輩に研究の手伝いをさせるなんて、あ、まあ、普通っちゃ普通じゃないですか。そうですよね。それに対してなんか絶対に借りを作りたくないってすごいアリジさんが固くなりになってるんですよ、はいはいはい、そのなんか絶対に借りを作りたくない、なんか返さなきゃっていうその性格っていうか、はい、そういう風になっちゃった原因もちょっと過去にあるので、はい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 、それもアリジさんのことをねちょっと考えると過去は結構重めで辛かったんですけど、はい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 、いやでもまあしっかり読んでくとね、うん、あの高階なく匂いフェチで変ですけど基本的にはいい攻めだからそこ以外は、うん、そこ以外そこだけが変なだけでちょっと様子がおかしいけどもみたいなただあの一応ルールとして肌に一切触れないっていう、はい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 、で肌に触れないからなんか服越しとかなんですよ。あ、はい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 、だけどなんかそれだけでただ服越しに匂いを嗅いでるだけなのになんかめっちゃエッチなんですよ。あ、はいはいはい、それがすごい印象に残ってて、はいはいはい、だからこの作品通してめちゃくちゃそのストーリーの方が濃いなって私は印象に残ったので、はいはいはい、エッチシーンとかがすごい大半を占めてるとかそういうわけじゃないはずなのにはい、はい、その匂いを嗅ぐっていう動作がなんかちょっと官能的で、はい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 、めちゃくちゃエッチな漫画を読みましたっていう感想に不思議な読後感ですね。そう、それもめっちゃ良くて、はい、まあ、あと匂いを嗅ぐっていうそのなんか状況自体がちょっと変態味があるというか、あ、そうですね、で攻めのねあの高階くん眼鏡かけ
けてるんで、うん、なんかちょっとうさんくさい感じがするんですよ、はい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 、でうさんくさい変態メガネみたいな印象と私が勝手に持ってしまったんですけど、はいはい、なんかまあ本当にクセ強でちょっと面白い変な感じの攻めなんですけど、ちゃんとド S っぽいところも、ね、出てくるので、はい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 、そこもなんかキャラ属性としてめちゃくちゃモリモリで豪華だなって思って読みましたね、うん、3作品目はこちらです。人をダメにする課長です。なんか聞いたことはある感じですよね、うんうん、なんかクッションとかありますか。そうですね、うんうん、でもまさにその感じなんですけど、うんうん、このタイトルにある課長っていうのがあの受けの方なんですけど、本当にこのタイトル通り人をダメにしちゃう癒しオーラがあるんですよ、はいはいはい、なんかあの会社のオフィスの中のお話なんですけど、あの課長なのでしっかりこうあの偉いというか上司で、この癒しオーラをまとってる課長がいるおかげで、なんかその職場がすんごい常になんか癒されてるというか、ほんわかしちゃってる。そうそう、あの仕事内容は結構ハードで、はい、すごい残業とかも多そうな職場なんですけど、うん、でもなんか残業があってもこの課長がすごい例えばお菓子あるよって渡してくれたりとか、はい、もう君ならできるみたいな、すごい褒めてあげてくれたりとか、はいはい、なんか人のいいところを見つけるのが多分うまいんでしょうね。なんかそれであの すごく本当に自然に人をダメにしてしまうっていうのがもう課長のアイデンティティなんですよ。その時点で、はいはいはい、なんかめっちゃ好感度高いじゃないですか。本当にすごい、私もこういう人欲しいなって身近にいてくれたら欲しいですよねって思うぐらいいい課長 でその部下の方があの今回この作品の攻めなんですけど、はいはいはい、この同じね職場で働いてる期待のエースですで新人くんなんですけど、もう仕事がめっちゃできてっていう須田くんっていうんですけど、で須田くんはもうゲイ で特にあの公言とかしてないんですけど、で元々この課長ではない別の好きな人がいてただちょっとそれが叶わなくて失恋したってところから始まるんですけど、はいはい、この失恋の傷を慰めてくれたのもやっぱりこの課長だったんですよ。すごい。もう課長は本当になんか悩みの本質っていうか、はいはい、そのゲイです、男の子人が好き でそこでちょっと声が叶わなくて、失恋しちゃったっていうその詳しいことわからないのになんかすごい慰め力が高いというか、ちょっと課長の勘違いで全然違うあの好きだった女の子が結婚しちゃってみたいな失恋内容だと思って課長は慰めてくれたんですけど、なんか実際と慰めてくれるその内容は違ったけど、それでもなおなんか慰められてしまい、この攻めのね須田くんは気づけばこの課長のことが気になり始めっていう感じで、なんかそのまあただ慰められただけでそんなすぐ好きになるわけないじゃんってちょっと思ったんですけど、でもなんかそうじゃなくて、そのただ慰めてくるのとプラスなんかその自分がこんなに辛い思いしてるのを課長となんか乗り越えたいって思っちゃうみたいな、なんか課長と共に共になんか次に行きたいって思っちゃうよう なんか人を引きつける力も多分持ってるんですよ。あ、不思議な魅力があるんですね、うん、課長には。なんかフォーフォーしてるだけじゃないなってちょっと途中から思い始めました、はいはいはい、結構魔性ですね、なんか そんな感じまさにあると思います。で、まあ、あと個人的に良かったなと思ったのがあのリーマンなので常に登場人物が結構スーツで、ね、はい、あのワイシャツにネクタイみたいな感じで、それ もう視覚的にすごい楽しめたんですけどなんかただ課長のことすごい今ずっとねいい人だというかそばにいてほしいなって言ったんですけど、ただちょっと他の一面としてはなんか世間知らずっていうかちょっと鈍感なとこもあるなって思ったりして、こうなんだろう、一般的にこんなこと言われたらとかこんな状況になったら辛いなって思うことも全てポジティブに捉えられてしまうからこそ、なんか絶対本人も無意識の中ですごい傷つけられてきたんじゃないかなっていうのがあったり、人から何かちょっと刺激されたりしたとしてもその攻撃に気づかないっていうか、そういう怖さもちょっとあるなって思って、その素直で何事もポジティブに捉えるからこそ逆になんか自己犠牲しちゃってるみたいなところもあって、でただその課長のその
内面をちゃんとこのできる守護的な須田くんは気づいて、このままこの人を一人にしてしまったら、はい、ずっと人のために人のためにって言って自分のことをおろそかにしちゃうっていう、気づいて須田くんがもう一緒にいたいって思うようになってく話なんですよ。もうなんか課長がいい人ってこう人をダメにする癒しオーラってだけで全然終わらない感じ、はいはいはい、課長のなんか最初アイデンティティはこれだって言ったんですけど、それ以上のねものをなんか須田くんが引き出してる感じもして、いやなんかお互いのね幸せというか それを願うからこそちょっと切ないすれ違いもあったりするので、なんかまあ、ただ結局はね別ベクトルでなんかお互いの幸せを願ってたりとか同じゴールに行きたいって思ってる気持ちは割と同じ方向向いてるので、なんか攻め受けのすごいバランスというかなんか並行してすごいうまく進んでいってるなって感覚がめちゃくちゃあったので、あの一冊まとめてかって読んだ時の流れ構成がすごい私は好きでしたね。最後に紹介するのはこちらです。はい、セックスするより恥ずかしいこと、まあそんなものが世の中にあるのかというちょっところは疑問に思われた方もいるかもしれないんですが、うんうん、あります、確実にあります。なんだ哲学だこちらですね、あらすじなんですけれども、あのまずこの攻めのですね、攻めの方がちょっと髪色が淡めというか、あのマスクしてる方なんですけど、うんうん、あの彼すごいあの人が良くてですね、うんうん、めちゃめちゃもう騙されたりかもられたりしまくっている男の子の春吉くんなんですけれども、はいはい、でなんかそのちょっとなんかかもられというか、あのなんか電話がかかってきて、はいはい、なんかおじいさんのためになんかその今おじいちゃんの手術代になんか500万必要だから用意してくれっていうなんか電話を受けて、おうおうおう、あのちょっと前にそれを信じ込んで、あの500万集めようって今資金集めにすごい奔走してるんですよ彼、サイズボードもうすでにちょっと面白いです。でなんかでもなかなかお金たまらないなーって外でぼやいてるところを、うん、あのこうたまたま通りかかったというか突如現れたこちらのね素性の知れない美人な男性の習志野空くんに声をかけられるんですよ。で彼にそのなんかあのお金にすごい今好条件なバイトがあるんだけど、なんかそのうちで一緒にやってみないっていう風に声をかけられるんですよね。なんかあの月にもう10時間ぐらいしか働かなくて何十万も稼げるよみたいな怪しすぎる怪しすぎるけど春吉くんはえやりますもうダメだでついていくんですよね。でなんかついていって、そのなんかあの実はじゃあその何のバイトするんですかってとこなんですけど、うん、あのその内容はあの配信、あの動画配信者として、その2人がそのあのセックスしている動画を配信して、それを動画コンテンツとして売ることによってお金を稼ごうっていうことを持ちかけられる。すごく分かりやすいですねでもその動画配信の時はなんかそのセックス配信とは称してるけど、あの実際にはやってない、そのやらずにそのやってる風の画角だけで撮って、なんかそうあのちょっとやってみないかみたいなこう持ちかけをされるんですよね。でもあれよあれよという感じで、そのちょっと手はずを整えてこう始めていって、なんかその配信を通してなんか2人の関係とか過去がいろいろ明らかになっていくみたいなお話なんですけど、はいはいはい、これがですね、そうなんかあのそんなだからその配信だし、もともと2人はその本番はなしっていうところで始めてるんで全然本番ないんですけど、うん、めちゃエッチなんですよいやでも振りとはいえね、ちゃんとそう見えるようにしなきゃいけないわけですからね。そうなんです。でしかもその動画を撮った時やっぱり2人ともなんかそれなりにこう気分は高まるから、めちゃめちゃその2人とも最初のうちはパンツ履いてるんですけど、うん、パンツ越しにもう分かるんですよ。分かるぐらい2人ともあのブツがねしててもそこで終わるって、本番には行かないでって、うん、なんかやってきちゃって、すごいもどかしいけど、なんか逆にそのやらない分なんか背徳感があってエッチ度が高いなっていうのが、なるほど、ちょっと新しい扉がね、そうなんです、なんか新鮮な設定でした、うんうんうん、でなんかそのでこっちの攻めの春吉くんがなかなかいいキャラを言いまして、はい、はい、すごいなんか普段はポワポワ系だし、なんか天然というか、なんか よく生きてこれたねみたいな感じのほよほよしてる子なんですけど、はいはい、もともとそのこの路頭に迷う前というか、はい、あの休職中の身になる前何してたかっていうと、ずっとその舞台俳優として、うん、あの演劇集団みたいなのにこう属してて、あの全国各地をこう演劇をやって回るみたいなことをしてたんですよ。なんですごいその
演技がめちゃめちゃ上手くって、なのでその配信の時とかも、あの最初はそのトラ君も こいつ大丈夫かってとこちょっとあったんですけど、うんうんうん、あの設定を吹き込んでやってみてよって言ったら、うん、もうそれでスイッチがバチッとオンになって、あのカメラが回り出すとすごいこう、あのちゃんとめちゃめちゃガツガツ攻めてくれる、なんかあのちょっと強引さもあるようななんか攻め君を演じてくれるって、うんうんうん、それもでなんかまたますますのそら君の方もなんか興奮してきちゃうみたいな、うん、いやそうですよね、そのなんか急に普段の感じと変わるってことですよね、うん、なんかびっくりしちゃうな、ギャップがえぐいんですこのセブ、すごいなんか可愛いと思いきやかっこいいみたいなのが結構続くのと、うん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 、であとなんかそのこの2人自体もすごいセックス配信を持ちかけてくる受けも多分本当にキャラ濃くて、うんうん、まあ、攻め受け両方結構キャラ強いんですけど、なんかこの2人の周りに登場してくるなんかサブキャラたちも結構ぶっ飛んでるというか、うん、まあそのソラ君がその現代アーティストとして活躍してるんですけど、まあ、その活動を支援しているあの存在のキャラだったりとかあのその春吉くんの方のなんか元劇団のメンバーとかもなんかみんな、うんうんみんな結構なんか突拍子もないというか、あのキャラでぶっ飛んでてみんな面白いので、そこもなんかこうハイテンションで結構読めるので、結構分厚いんですけど、結構分厚いですよね、分厚いんですけど、もう本当にサクサク結構どん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 楽しんで読めるので、すごいおすすめですね。はい、ということでここまで4作品紹介してきたんですけれども、うんうん、結構あれですね、そのタイのニッケ先生の描かれるキャラクターはどの子たちもすごい強烈というか、そうですよね、なかなか他であんまり見ることのないような属性だったり、その過去を抱えてる子が多くてすごい魅力的だなっていうのを改めて感じましたね。ですね、なんか印象に残りやすいですし、なんか攻めがちょっとスケベ感あるのも私結構好きだなっていろいろ読んで思いましたね。そうですね、でも本当そのつけ目感で言うと、まあ、ちょっと強引さもある今回のこの体感予報のね攻めなんかもまさにですよね。そうなんですよ、なんかすごい楽しみですし、まあ、あの今回その演じられる俳優さんですね、2人ともあの戦隊俳優ね、はいはい、あの、はい、私すごく好きであの戦隊が好きなので、はい、はい、日朝枠ってそうですね、はいはいはい、あの樋口浩平さんがあの今やってるの1個前 の、はいはいはい、あのドンブラザーズの方でね、うん、赤レッドやってたので、はい、それもすごく印象的でね、はいはいはい、結構そのギャップのある役だったりとかがすごくもうお上手だなって見ててもう思っていたので、あと私はドンブラザーズにハマりすぎて、はいはい、あの静岡までねファンあのファイナルライブツアーを見に行ったりもしてたんですけどなんか本当その時もね、なんかファンサービスもすごい熱かったりとか、はいはいはい、あの大きな声で、はい、あのまさにレッドみたいな、はいはいはい、ステージの真ん中がすごい似合う方だなって結構思う場面もあったので、ドラマっていうその画面の中でちょっと見るのがまた楽しみですし、そう受けのねあのダヨちゃん役の益子さんもドンブラの一個前のゼンカイジャーの方でね、はいはい、出てたので、はいはいはい、その時も結構ユニークな役をやってたので、私はその益子さんがこの今回ダヨちゃんで一体どんな、はいはいはい、あの演技をされるのかがちょっとまだ想像がつかないのですごく楽しみにしてて、ちょっともしねこのお二人この大会予報のドラマ化をきっかけに知った方とかいたらぜひ見ていただきたいですし、もう私も共に楽しみにしてたいなって感じですね。すごい、もうますます今ドラマが楽しみになりました。うんうんうん、本日紹介させていただいた、こちらの作品のですね、チルチルの紹介ページを、概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではバイチルー。